米国女子 BMW 女子選手権初日、19日。6バーディ、1ボギー、67で11位につけたが、渋野日向子の自己評価はそこまで高くない。このスコアで回れたのは、自分の中では大きい、と言葉にするまで、とプレーを振り返って数秒間考え込んだ。前週のビュイック LPGA 上海は週末2日間をともに68で回ったが、まだショットがあまり良くないと自信が持てないまま。この日はスタート10番から3オン2パットのボギー発進としたが、攻めの気持ちは忘れないようにと上を目指した。ラフリのミスが多かったけど、グリーンが大きい分乗ってくれたとショットに苦戦し、パッティングでしのぐホールが続く。11番パー5、13番と 10YD 前後のバーディパットをジャストタッチで寄せてパーセーブ。パッティングが打ち切れているので、そこでなんとか耐えてとロングパットを残しながらもパーを重ね、15番パー5のパッティングで流れを変えた。下りの 5M をしっかり打ち切り、15番でバーディを奪うと、16番パー3はピンに絡めるショットを見せ、17番まで3連続でスコアを伸ばした。後半も8番パー5で7メートルを沈め、最終ホールは2メートルに乗せてバーディフィニッシュ。前週3日目からの流れを切らさず、アンダーパーで初日を終えた。上に行くには、毎日スコアを出さないと。首位のアシュリーブハイ、南アフリカが10アンダーとビッグスコアが出るコース、ミスショットがバーディチャンスになったのも何個かあった。ショット力は、やっぱりもっと良くしていきたい、と話した。年間ポイントレースは80位で、来季フルシードの獲得ライン上にいる状況、しっかり、頑張ります、と納得がいくプレーを目指して切り替えた。渋野日向子、3連続バーディーなどで67をマーク、残り3日もしっかり攻めて頑張る。渋野日向子が6バーディー、1ボギーの67をマークし、首位と5打差の11位と好発進を決めた。中継局のワウワウの取材に応じ、ボギー発進だったので、特にそこは何も思わずプレーできた。チャンスについたところでバーディーが取れたのは大きかった、と振り返った。15番、パー5で下り5メートルを沈め、この日最初のバーディー。16、17番もショットでつけて連続で伸ばし、勢いをつけた。それ、15番がラッキーで入ってくれたのはすごく大きかった。次のバーディーにもつながった、と笑顔を見せた。後半に入り8、9番を連続でバーディーとし、この日を終えた、8番で長いパットでしたけど、しっかり打ち切れたのが良かった、と約8メートルのロングパットに手応えをつかんでいる。コメツアーのポイントランクは80位。シード獲得へ当落線上におり、一つでも上の順位を目指す。コースも広めですし、グリーンも大きい分パーオン率が高い。パッティングも打ち切れている。好発進を決め2年ぶりの優勝も視野に入る。1日目からいいスコアで回ることができたので、残り3日もしっかり攻めて頑張る、と高みを目指した。渋野日向子シード確保へ崖っぷち、67で11位発進に寄ったところで打ち切れた。渋野日向子が6バーディー、1ボギーの67で回り、5アンダーの11位と好発進した。インスタート出だしの10番でボギーとするも、15番パー5から3連続バーディーで流れをつかむ。後半に入ると、上がり2ホールの連続バーディーなど3つのバーディーでスコアを伸ばした。スタートでボギーだったけど、そこは何も思わずプレーできたし、チャンスについたところでバーディーが取れたのが大きかった、と振り返った。今週はポイントランキング80位と、来季のシード権80位までギリギリの順位で迎えた。厳しい状況の中でも、ピンに寄ったところで打ち切れてバーディーを取れたのがすごく良かったと思う。グリーン上でフラストレーションがなかったことが、高スコアにつながった。現時点では、ランキング73位に上昇する計算だ。残る3日間に向けて、1日目にいいスコアで回れたので残り3日間も攻めて頑張ります。シード確保へ攻めて上位を目指す。
渋野日向子、1日目からいいスコアで回れた、来季マイツアーシード権獲得へ5打差11位以降発進。渋野日向子は6バーディー、1ボギーの5アンダー67で回り、11位発進となった。62をマークしたアシュリー・ブハイ、南アフリカが単独首位。古江彩佳は64で回り、首位に2打差3位につけている。渋野日向子はバーディー量産に、1日目からいいスコアで回ることができた、と振り返った。インスタートで、最初の10番パー4でボギー発進、そこはあんまり何も思わず、最後までプレーできた。気持ちを落とさず、15番から3連続バーディーを奪取した、15番パー5で取れたのがすごく大きかった。その後のいいショットだったり、次のバーディーにもつながった。後半最初の1番パー5でバーディー、再びパーセーブが続いたが、8番パー5でロングパットのバーディーを決めた後は笑顔を覗かせた。最終9番パー4でも約2メートルを沈め、連続バーディー締めとなった。前週は第3ラウンドと最終ラウンドでスコアを伸ばして41位だった。まだ、やっぱりショットがあまり良くないかなと思っているんですけど、パットはしっかり打ち切れている分はあると思う。そこでなんとか耐えたり、バーディーパットも打てるところはしっかり打ってというように頑張ります、と話した。現在、年間ポイントランキングは来季シード権獲得にギリギリの80位。今季も終盤に差し掛かり、厳しい状況が続いている。今週も予選カットがない4日間大会。少しでも上位フィニッシュしたいだけに、残り3日もしっかり攻めて頑張ります、と意気込んだ。